エパルキウス・アウィトゥスは、西ローマ皇帝である。ガリア系ローマ貴族の出身の元老院議員であり、文武両館の兼職を歴任した。455年に、ペトロニウス・マクシムス帝が王子すると、西ゴート族の後ろ盾を得て、西ローマ皇帝に即位したが、翌456年に、リキメル将軍とマヨリアヌス将軍によって敗位され、プラケンティア司教にされたが、ほどなく殺害されている。 アウィトゥスは、クレルモンのガリア系ローマ貴族の家庭に生まれた。彼の父は421年に、失政官を務めたフラウユィウス・ユリウス・アグリコラと考えられており、アウィトゥスには後にビリルストリスの称号を与えられた。アグリコラとユリウス・ネポス・ミカドの時代に、パトリキの称号を与えられ、軍務長官を務めたエクディキウスの二人の息子がおり、娘のパピアニラは、 シドニウス・アポリナリスに嫁いでいる。現存するシドニウスの書簡と称詞は、アウィトゥスの時代を知る重要な資料となっている。アウィトゥスは、当時の彼の階級としては、典型的な法学を含む、各種学問を収めた。421年以前に、教理の減税を請願するために、アウィトゥスは有力なパトリキウスだったフラウィウス、コンスタンティウスのもとへ使いをし、 この任務を成功させている。彼の親類のテオドルスが人質として、西都をテオドリック一世の宮廷に交流されており、425年か426年にアウィトゥスはテオドルスとの面会に訪れ、ここでテオドリック一世はアウィトゥスに自身の宮廷に泊まるよう進めた。439年頃に西豪都宮廷でアウィトゥスはテオドリック王子と出会い、 若い王子に、ラテン語詩文を教授している。その後、彼は軍歴を務め、軍務長官アエティウスの指揮下で、ジュ花の地族と乗リ組ム族衆での戦役そしてブルグント族との戦いに従軍した。437年、ビリ、イルストリスに昇格したアウィトゥスは、距離のアベニアに戻り、ここで交換につき、この年に彼は、軍属の集団の襲撃をくれるもん近くで撃退し、 さらに、テオドリック一世に、ナルボンヌ包囲を止めさせている。439年に、ガリア民政総督に就任し、西ト族との友好条約を更新した。440年夏以前に彼は引退して、クレルモン近郊のアビタクムの所領に引退した。451年にアッティラ率いる、粉族の軍勢が、西ローマ帝国に侵攻するとアウイトスは、 テオドリック一世にローマと同盟するよう説得し、そしてテオドリック一世とアイティウスの合同軍は、カタラウヌムの戦いで、アッティラを打ち破ることができたが、この戦いで、テオドリック一世は戦死した。アビトスを皇帝に衰退した西合同テオドリック2455年3月13日、西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス3世が暗殺され、これに関与していたとされるペトロニウス・マクシムスが、 皇帝に即位した。この年の春、アウィトゥスは新帝に職務復帰をさせられ、おそらくは中央軍司令官に任命されると、西郷とテオドリック2世のトロサの宮廷に派遣され、新王の承認と同盟部族として地位の確認をするとともに、ペトロニウス・マクシムス帝への協力を依頼した。アウィトゥスがトロサの西郷と宮廷に滞在している間に、 ペトロニウス・マクシムステーの王子とバンダル族のガイセリックによるローマ合略という驚くべき知らせが届けられた。7月9日にテオドリック2世はアウィトゥスを皇帝に衰退し、その6週間後にアレラーテ近くのビエルヌムで開催された属州集会で承認された。その後、アウィトゥスがローマに入る前の8月5日頃に元老院からの承認も届けられた。 アビトゥスは3ヶ月ほど、支持基盤であるガリアに滞在し、西都兵によって増強されたガリア兵を率いて、イタリアへ向かった。途中、彼は、乗リ組ム族衆に立ち寄ってこの地の支配を再建させ、それから、新たに、パトリッキの称号と、軍務長官職を与えた西都族のレミイストゥスを、ラベンナに残した上で、9月21日に、ローマに入場した。 アビィトスミカドの権力は5世紀中頃の西ローマ帝国を取り巻くすべての主要勢力の支持の遺憾にかかっていた。新帝は市民、元老院そして東ローマ皇帝マルキアヌスはもちろん軍隊とその指揮官たちそしてバンダル王ガイセリックの支持をも必要としていた。456年1月1日、アビィトスミカドは執政官の地位につき、この際に 娘婿のシドニウス・アポリナ・アリスが少子を作って楽譜を称賛した。テイザの権力を確認するため皇帝は即位の初年に失政官に就任することは慣例となっていたが、彼の単独失政官を東ローマ宮廷は認めず、彼らはヨハンネスとバラネスを失政官に指名してきた。二つの宮廷がおのの別の失政官を選任する事態となり、 東ローマ帝国から承認を受けようとするアウィトスミカドの努力にもかかわらず、二つの宮廷の関係は良好なものではなかった。東ローマ皇帝マルキアノスとの諸条約そして442年にウアレンティニアヌス三世がバンダル王、ガイセリックと結んだ協定もイタリア沿岸地域へのバンダル族の侵入と襲撃を防ぐことはできなかった。アウィトスミカド自身の努力によって、 冬季急戦は成立したものの456年3月にバンダル族はカプアを破壊した。アビトスミカドはシチリア防衛のためにリキメル将軍を派遣し、彼が率いる西ローマ軍はアグリジェントでの陸戦そしてコルシカ島沖の海戦でバンダル族を連覇した。アビトスミカドの地勢に西ゴート族が帝国支配の名の下でヒスパニアへと勢力拡大した。 455年、アウィトスミカドは、特軍のフロントを、ガラエキアのスエビ族そして、西郷をテオドリック2世のもとへ派遣し、平和と友好を求めた。スエビ王レキアリウスがこれに従わずヒスパニア、タラコネンシス族州へ侵入すると、西郷都族が彼らを攻撃した。456年10月5日のカンポスパラモスの戦いでスエビ族を撃破すると、 西元族はこの族州を帝国同盟部族の名目で占拠した。マヨリアースはアビトゥスミカドの背後に皇帝に即位した。リキメルのモノグラムが刻印されたリウィウス・セベェルス帝の青道カ一方、イタリアの住民の間では違法人のアビトゥスミカドに対する憤劇が高まっていた。アビトゥスミカドはその写真と公職がローマ市民の避難の的となったという。 アウィトスミカドは通常はローマ人が当てられていた公職にガリア系貴族を任命した。これに加えて千年のローマ攻略で被害をこむっていたローマ市民はバンダル族の海上交通路支配により食料を不足にも苦しめられておりアウィトスミカドと共にローマに入った違法人兵たちの存在によってさらに悪化していた。国庫はほとんど空になっており 市民の圧力によって、西郷と族の護衛兵を解散したが、アウィトスミカドは彼らの給与の支払いのために、いくつもの銅像をぶさざるを得なかった。民衆の不満、皇帝護衛兵の解散、そして自らの戦勝による、人気を勘案したり決める将軍と、皇宮護衛隊長マイオリアヌスは、アウィトスミカドに反旗を翻した。初週にアウィトスミカドは、 ローマからの退去を余儀なくされて北へ逃れた。リキメルは、元老院にアビィトゥスミカドの廃位とラベンナにいた、軍務長官レミイストゥスの殺害の命令をさせ、9月17日にレミイストゥスをパラティウムで処刑した。ピアチェンツァの死教座、ドゥオモのファザード。アビィトゥスミカドは、千年にコペトロニウスマクシムス帝の命令で、西郷都族に施設をした。 サイの同僚だったメッサノスを新たな軍務長官に任命し、兵を集めるためにガリアに赴いた。そして兵を率いてイタリアに入り、プラケンティアでリキメルの軍と戦った。市内に入ったアビィトスミカドの軍隊は10月17日か18日にリキメルの大軍の攻撃を受け、メッサノスと彼の部下が虐殺され、アビィトスミカドは逃げ出した。捕らえられた。 アウィトスミカドをリキメルは除名し、彼をプラケンティアの死教にした。東ローマ皇帝レオ一世から、パトリキの称号を与えられたリキメルが、西方の支配を行い、西ローマ皇帝はしばらく空位が続いたが、457年4月1日に、マヨリアースが軍隊によって皇帝に衰退され、蛮族出身で皇帝にはなれないリキメルもこれに、同意した。ガリアのアウトスミカドの支持者たちは、 廃位された後も依然として、彼らの皇帝の承認を続けた。シドニウス・アポリナーリスは、マルセリウスによって企てられたクーデターの失敗の話を伝えており、彼らの目的はおそらくは、アウィトス・ミカドの福井であった。ヒスパニアに在住していた、同時代の歴史家ヒダティウスによれば457年は、アウィトス・ミカドの知性として数えられていた。 廃位されたアビトゥスが何を考えていたのかも、彼の死んだ日そして理由も明確ではなく、いくつかの異なる話が伝えられている。トゥールのグレゴリウスによれば、元老院が、ハイテイアビトゥスの資材を命じるとアビトゥスは、京里アバニアの聖ユリアヌス聖堂の城剤集めの名目でガリアに逃れたが、その旅の最中に死んだという。その他の資料は、ハイテイは、彼の後継者によって考察。 または、餓死に至らしめられたとしている。アビトゥスは、ハイイから間もない456年末か457年に死去し、ブリュードの聖ユリアノスの墓所の隣に埋葬された。先代の西ローマ皇帝、ペトロニウス・マクシムス帝とは直接の血縁関係ではないが、義理の兄弟で縁石に当たる。具体的に言えば、マクシムス帝の最初の妻エパルキア・アウィタが、 アウィトゥスミカドの妹となる。マクシムステイとエパルキアアウィタとの間には、マクシムステイの副帝パルダディウスがいるとされる。さらに言えば、マクシムステイの5歳、ウォルシアナとも血縁関係にある。ウォルシアナの父方の子お祖母の一人、エグナティア・ロッディアナの、弟クインクス・フラウィウス・マイシウス・エグナティウス、ロッディアヌス・マウォルティウスの孫娘、エグナティア・アウィタセワエラの、 息子がアウィトスミカドの父アグリコラだからであるの娘。つまり、アウィトスミカドとエパルキアアィタは、マウォルティウスのヤシャゴ、ウォルシアナは、エグナティアロッリアナのヤシャゴにあたり、系譜上、同世代に属するということになる。上記の系譜を拡大すると、コンスタンティヌスアサ、ウアレンティニアヌスアサ、テオドシウスアサ、バンダル王国の王族、オリブリオスミカド、東ローマ帝国皇帝である。 アナスタシウス一世とその一族、レオ朝、ユスティニアヌス王朝、ヘラクレオス王朝、西ゴート王国、メロビング朝、カロリング朝などにつながり、4世紀から9世紀にかけて、地中海世界を支配した多くの皇族、貴族、王族に連なり、この血筋は、アウィトスミカド直系ではないものの、東ローマ帝国最後の皇帝コンスタンティノス11世、パレオロゴスまでつながっており、 コンスタンティノス11世の名沿いの地筋が現在まで存続している。即位に至るまでのアビトトスの生涯に関する主な資料は、失政監修人の際のシドニウス・アポリナリスの三時文による。彼の知性に関する主な資料には、ヒスパニアの歴史家ヒガティウスの年代記と、東ローマ帝国の年代記作家アンティオーケアのヨハネスの年代記がある。ウィキメディアコモンズには、 アウィトスに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。